これ多分あれだ、コナンのあれだね、ちょっとあの殺すやつに使えてたね。あー、コナンのね、コナンのあの黒い人がこういるやん、ね、あーの黒い人がよくやるやつね。積年の恨みつってボガーつって。 Everything OK? 中澤亜美さんのワールドタイムはざっくり説明すると、千葉県の魅力を伝えるストーリーのローカルバラエティ番組なのです。今回のワールドタイムは久しぶりのロケを決行、岩瀬海岸をゴミ拾いをしてきれいな木場にしよう企画。レディー、注目の結果は、すごいトンボ、はい、トンボさん飛んでる、トンボさんが、ね、飛んでますよ。トンボはすぐ捕まえられないね。トンボトンボトンボ、魚でしょ、トンボを食べる、そこ長渕でしょ、トンボだとトンボよどこへって普通、あーでしょ、トンボっつったら何となく、トンボよーっいいから、急に長渕化するのワールドタイムは中がワールドとその他のスポンサーはいません。どうですか警部、警部、警部、これ見てください、はい、これは明らかにこれは女性の口紅がついてますね。そうだな、これはどう見て女性の犯行だな。女性の犯行ですね、そうですね、これはあかんですね、証拠隠滅して押収しておこう。そうですね、死んでる、カニさんがちょっとかわいそうなことになっちゃってね。まあここで死んでて本物でしょ、海岸で死んでちょっとかわいそうだね、うん、まあしょうがない、埋めてね、こんな足がね、うん、もげちゃってさ、そう足これもあの鳥さんにやられちゃったんだかな、だろうね、ここまでやってきたんだね、うん、ちょっとねこれ埋めてあげないと、埋めてあげて、うん、いいことしてる、いいことしてる、うん、はい、埋めてあげないと、うん、すごくいいことしてる今。バーベキューで食った後じゃなさそうだったけどね、うん、だってもっとバラバラになってたまあね、カニの髄まで食べちゃうからね、みんなね、骨の髄まで食べちゃうからね、そうそう、うん、人間は野蛮だよ、うん、自分も人間だけどね、忘れないですよ、ほら、あー、マスクね、マスク、はいはいはい、今ならではのゴミでございます、まさにね、時代を象徴するゴミです。背中に哀愁があるねあ、なにもうなんかベテラン感満載、ベテラン感あるわ、ベテラン感ある、うん、もう10年ゴミ拾ってきました。本日のトップニュースです。20年以上の海岸を見守り続けている自称中川おじさんに特別インタビューができました。30年もこうやってね、うん、今日ね、こうね、あの毎年ね、ゴミね、散らかす、はい、人がいるわけですね、若者がいっぱいいるんだけどね、そういう人がいるわけで、あの今年はね、うん、はい、ちょっとね、やっぱりね、遊泳とかできない分ね、やっぱりここでね、花火とかバーベキューしちゃう人がいるんで、ね、そういうことですね、うん、いっそね、これ、うん、増えてるわけです、ゴミが増えてる、はい、今深刻になってるわけですね、ゴミは。ゴミ問題というものは。うん、みたいですね、うん、はい。なるほど。はい、深刻になってるんですね。はい、以上、はい、20年やってる中川優さんのインタビューでした。それを見分けるのもやっぱこう熟練の技が必要だわけですし。もうね、うん、私はもう何十年もやってるからね、はい、これね、はい、うん。はい、そうですか、はい。何十年もこれ拾ってるからね、もうすぐ分かっちゃうよこれ、すぐ分かっちゃう、もう貝なのか、やはり、クロートの技ですか、それも、もうそれはもうね、はい、もう何十年もやってるけど、何十年もやってればね、それは分かりますもんね、うん、素晴らしい。以上、20年以上ゴミ拾いやっている中川優さんのインタビューでした。どう見ても捨てていいやつでしょ、これどう見てもゴミだよね、これ。大きいのいただきました。はい。大きいのいただきました。ごちそうさまです。パクッといっちゃってください。パクッと。パクッと、はい。はい。平らげたね。はいはいはい。いいよ。丸飲みですか。ね、丸飲みちゃう。丸飲みです。ブラックバスのように丸飲みですね。はい、ね。ほら、来た来た。結構来るんじゃないこれ。ゴミ袋さんの大好物は花火でございます。はい。ほらこれ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 。来た来た来た。見て見て見て。トリプルコンボで決めちゃうか。おい、チンアナゴさんをですね、チンアナゴなのかこれは、こういうですね、こう、うん、こういっちゃうんだね、いっちゃうのか、いけるのか、いけないのか、どっちだ、あーい、はい、ゲット
口サイズで食べれるやつとかって、これちっちゃいゴミって結構捨てがちなんですよね。そう捨てがちだね。ちっちゃいからいいわって。そうそうそう。もう開けた瞬間にパクって食べてそのままポイント。手軽に捨てられるっていうね。これね意外とねくせ者なんです。だよ。こういうのも地にも積もればだからね。あーどうもどうも。お疲れ様でーす。ということでやってくれる。そうなんですよ。これをやってるときに皆さんの味方だと。学生さん多いですね。そうですね。あ、もうみんな高校生。みんな高校生。ワールドタイムは中田ワールドと、その他のスポンサーはいません。これ何？あ、これやばいやつ。あ、これはちょっと18禁ですね。うちらがこう綺麗にしてるよって、だからうちらが綺麗にしてることによって皆さんが安全にね、こう遊べるという。そうそうそう。ゴミを拾っている人がいるからね、裸足でこう海岸を歩けるわけですよ。袋一杯分ね、集めることができましたね。こんなわけで、はい、に近いぐらいはね、はい。ちゃんとね、ここに見てください。はい、ここね、ありがとうって書いてある。ありがとう。ARIGATOU。ありがとう。って書いてあるんでね。はい。感謝の気持ちを込めて。